1950年代初頭にかけて立川飛行機の流れを組む東京電機自動車株式会社が製造・発売していた世界で初めて量産された電気自動車。社名は工場の位置する地名の玉から命名された。製造元の東京電機自動車は1945年の日本の廃線に伴い軍需産業からの撤退を 余儀なくされた立川飛行機の関係者ら約200名によって立ち上げられた。当時の日本ではガソリンの流通が統制されており安定した利用が期待できなかった一方で、電力に関しては山間部の水力発電所からの電力供給は滞りなく行われていたにもかかわらず、電力を大量に必要とする工場などは多くが空襲により操業不能に陥っていたため、 民間への供給にも余裕があった。これらの理由により、電気自動車が当時の現状に適していると判断され、早くも1946年には2台の試作車が作成された。東京電気自動車の設立と同年の1947年に、東京都北多摩郡府中町の仮工場で量産が始まり、日立製作所が製造したモーターや湯浅蓄電池が、 製造した鉛電池を搭載していた。派生型の開発と製造も行われていたが、1950年の朝鮮戦争勃発の煽りを受けて、バッテリーの主要な原材料である鉛が高騰し、加えて、同時期には電気自動車の開発を選択した最大の理由であったガソリンの供給状況が改善へ向かったため、1950年から1951年頃に、 すべての電気自動車の製造を終了した。当社主以後、日本での電気自動車販売は長く途絶えていたが、21世紀に入って自動車各社で電気自動車の開発販売が本格化すると、このたま電気自動車は再注目されるようになった。2010年、かつてプリンス自動車を合併した日産自動車が電気自動車リーフを発売する際、 社内の有資により e 4 s 4 7型が原型への復元と走行可能な状態への整備が行われ、横浜市西区の港未来地区にある同社グローバル本社ギャラリーで一般公開された。同年には一般社団法人日本機械学会から機械遺産の認定を受けた。その後、この復元車両は同社ザマ事業所に開設されている。 日産ヘリテージコレクションへ移動され、胴体保存の状態で社外への一般公開、及び同コレクションのウェブサイト内でのオンライン公開などが行われている。ありがとうございます。